日陰ヘゴは、ヘゴ科の多年生のシダ植物である。大型の常緑木製シダで、日本では最大のシダ植物である。鹿児島県の奄美大島や沖縄県の沖縄本島から八重山諸島にかけての森林部でよく見られる。高さが平均5から6メートル、最大で15メートルほどになる。傭兵から先だけでも2メートル以上はある。 幹には楕円形の模様が多くついており、蛇のような柄をしている。このため、中国語で蛇樹とも呼ばれるが、これは日陰ヘゴの成長に伴って傭兵が枯れて落ちた痕跡である。ただし次第に細かい気根がその表面を覆い、見えなくなる。新芽は幹の長部より伸び、傭兵部から葉がゼンマイのような形状となった後に開いて成熟する。ヘゴ科の植物は、 シダ植物の中では、比較的、新しく、約1億年前に出現したものであるが、ヒカゲヘゴは、その大きさから古生代に栄えた大型シダ植物を、彷彿させるものであり、その生き残りと呼ばれることもある。日本のアマ大島以南、台湾、中国福建省、フィリピンなどに生息するが、中国大陸ではすでに自然の個体が、数少なくなっており、山中に比較的豊富に見られた。 台湾島でも2006年頃より越しする例が多く見られ危機感が感じられている。調理例、新芽および高く成長した幹の芯は食べることができる。新芽は80センチメートル程度に成長したものが食用に適し茹でてアク抜きした後天ぷらやサンバイス、酢のものにして食べる。芯は煮込むと大根のような食感となる。似た日陰ヘゴの芯は 八重山諸島では祭りの際に欠かせない食品であり、石垣島などでは水にしたものなどの販売もされている。ありがとうございます。